こんにちは、です。今回も三国無双セブンエンパー名続編の続きやっていきたいと思います。早速やくって。あんだわ。ゲロメ！さあ、前回動画何回で5カ国を擁し、なおかつ幸福度も高いという素晴らしい国に仕上がっているわけなんですが、もう遠景をまとめてね。なので、もう曹操、因縁の相手曹操と戦おうかなと思います。いざ、進行戦やっていきます。超優勢。覚悟しろ曹操。そうそうちゃうか。よし行くぞ。曹操軍手始めに牧羊を落としに来た。行け皆の衆、進軍せよ。曹操を倒さぬことには天下収まらんのでね。てか南に移動できへんっていう。曹操を倒さないと、ほんまにガチで、割とガチで。だから曹操を倒すわ。いきなり本体と挑むのはね、もう愚かなんで、手始めに牧羊から攻め落とします。もういや、つい頑張って落として落として、行こうぜ行けようぜ。くらえ、我が手を下すまでもない、我が手を下すまでもないだろう。ちょっと待って、進軍してる。な、敵結構耐えるよね、今回。耐えがやばい。すごい耐え。タフやな。図に乗るな。よしよし、くらいくらい。いいぞ。見えた。図に乗るな。図に乗るな、OK。よし、よし、落とした。やべやべ、進もうぜ。あ、もう、そうだよ、出て。あ、早速行こうぜ。もう、速やかにこの戦終わらす。もう、こんな戦さっさと終わらしたい。本命じゃないもん。この戦は。この人本命じゃない。あ、でも待って。ちょ、飛型発動させたいから。飛型発動させたいから、もうちょいだけ遊ぶわ。もうちょい遊んでいいですか、自分。もうちょいだけ遊ばせてもらいますね。見えたわ。よし。あと15秒ぐらいで、引けが出るな。いいよ。いいっすよ。頑張れ。図に乗るな。あ、なんか敵将おるやん。え、なんで押されてんねん、この状況で。頑張って。まずすぎるちゃうねん。頑張れ。言えた。OK。よし。もうこれで行く。よし。いいぞ。移動速度上昇や。みんな、迅速に、俊速となれ。進め。よし。本陣来たで。曹操ですね。いいですね。いただきますで。いただきますで。見よ。ええー。見たか。鉄壁おじさん。上がって、あ、なんか使ってるこいつ。まずいですね。やめなはれ。おお、気合入ってますね。ソージンさん、ハイパー化しちゃってるやん。ええー。くらえ。うわ。え、あ、まじ、ソーソーさん来た。あ、ごめん、ソーソー。おう。やっほー。やっほー、ソーソー。おい、ソーソー。やっほー。おい、おい。なぜ、お主が生き返っておる。思ってるんちゃう。なぜお主が生き返っておる。ソージン捕獲ですか、熱い。あい、わかった。すごいな。あっさり入ったよ。ほう。さすが名族の意向。よしよし、どんどん入れ。どんどん入れ。おいおい、拒否んな。よし、まあ、装備ゲットできたね。でけえ。オーケー、僕よ、取ったべ。マジっすか？戦終わったばっかやのに？お？これはでけえ。これは嬉しいやつ。私の心を乱すなんて、あなたもひどいお方ですわ。この思い受け入れてくださいますわね。返事は今度お伺いします。いいね、めちゃめちゃいいやん。ちょっとめちゃめちゃいいっすね。これは受け入れたい。
一旦保留ね。とは言いつつ、一旦保留で、やっぱりね、先に最優先するべきことがある。それは、施しです。戦で荒れた牧羊の民を。はい、素晴らしい。はい、素晴らしい。鏡。新規さん、いいっすね。名族の妻にふさわしいわ。あれは。先日のお話、受けてやろう。先日の返事をしようと思ってた。不安な顔をするでない。喜んで受けるぞ。ふさわしい。名族の妻としてよく励むのだ。お、いいね。来たよ。ああ、ハッピーだわ。ハッピー。我とそなたは晴れて夫婦となった。生涯添い遂げようぞ。ああ、幸せですわ、我が君。ですが、浮気は絶対許しませんわね。いやー、いいね。いや、生き返ってよかった。いや、新規が配偶者になりました。いや、おめでたい。マジでおめでたい。いやー、一回死んだけど生き返ってよかったわ、マジで。くだらん。意味わからんやろ。待って。縁起見っけちゃったわ。縁将、我が縁本社の次男、縁起、いました。彼、投与したいと思います。やったぜ。了承を得たり、これで、バカ息子3人、確保しましたんで。よしよし。さあ、あとはね、もう領土をひたすらに広げていくだけの状態ではありますね。巨匠、これ狙い目じゃね？本拠地でしょ？行こうぜ。行きます。ガチで、そろそろ倒します。関東の復讐しようぜ。関東の戦いの復讐ね。あと誰？あ、掃除におるやん。オッケー、いいんじゃない？これで行こうぜ。行くぞ。いいぞ。進め。よし。そろそろ倒すぜ。この戦いで、絶対的に倒してやる。行け、進め、倒せ。承知しましたわ、頼みますね。まあ、絶対勝つ。ソースを倒せばマジででかい。天下取れるで、ほんまに。ほんまもんの。マジもんの天下、取ります。見せてあげます、皆さんに。名族の天下とやらを。さあ、トニーですね。ちょうどいい。我が意向の前に、ひれ伏させてやる。んー、やろうね。もう早速劣勢ですか？頑張って。まずい。まずすぎるじゃない。やべ。やばたり。あぶねえ。くらえ。輝いてるよ。踏みにじれ。苦戦しとる場合ちゃう。小生に。さすが小生。さすがは小生。頼みます。オーケー。さあ、トニー倒して。シュゼン、マジっすか？シュータイにやられた？なんでシュータイが曹操軍におんねん。そして、とりあえず、ぶっ倒していくぜ。まず、この拠点を絶対的に落としたい。じゃないと始まらん。結構押されてるね。防御しろ、みんな。守りを固めよう。いいよ。名族自ら前線出るから。任せて。あとはもう俺に任せてほしい。さあ、行くぜ。下したぞ。さあ、進みます。行け。さあ、ここ落としてやる。攻めていくぜ。輝きを見ろ。えい！ダッセ。ダッセ。ダサかっこいい。いや、意味やからん。ダサかっこいい意味やからん。さあ、この拠点を落とせ。エアグラぶっ壊して。さあさあ、耐久力だいぶ下がったね。落とします。偉大すぎる。図に乗るな。勝て。あ、オッケー。もう落ちたやろ、これ。はい。お疲れさん。いいよ。あ、そうでしょ、出たぞ。これはでけえ。早速もう行っちゃう。そうそう、出てったんちゃうの。もう、奴を倒す、絶対に。もう奴を倒して。そうそうよ。散々ね、苦しめてくれたね。貴様、そうそうめ、おのれ、つって。おのれ、そうそう、つって。こいつを倒せば、俺は一躍天下人になるだろう。
倒すぜ。炎症、なぜ貴様が蘇っている？びっくりしてるやろな、そうそうも。なぜ貴様が死んだはずでは。また、あ、ゲームセイン使ってる。あ、やばい、めっちゃ来た。めっちゃ来たよ。見よ。そうそう。見よ。そうそう。そうそう狙う。よし、もうすぐ覚醒が溜まる。覚醒ラムが溜まったら絶対使う。くらいくらい。この2と相性悪いな。まずい。これやったらそうそうと相性悪いの。OK。バリアブルからの EX。あ、使いたいの。まずい。邪魔すんじゃねえよ。行くぜ。俊足でもある。俊足でもある。覚悟せよ、そうそう。そうそう、倒してやる。OK。偉大なる勝者よ。この名族こそが勝者。見たか？そうそうよ。味方になれ。なんと、なんと。つってね、解放します。殺しません。お、かっこよ。ナイスナイス。お、でけえ。出直していいっすね。解放するよ。なんでおるんやろ、この人。やめておくんだ。まあ、カクカとトンニーでかい。うわ、見てこれ。そうそう倒して。支配地域めっちゃ広がってんけど。河北の覇者になるわ。はい、というわけで、今回はなんやかんやありましたが、領土が広がって何よりって感じですね。最後の最後に新規と結婚できるという、もう超ハッピーみたいな。生き返ってよかった。もうね、一回死んだのに生き返ってよかったってめっちゃ思ったからね。はい、もう最高でしたね。いいですね、蘇るって。素晴らしい。はい。続きはね、次回の動画になるんで、お楽しみに。なぜでした。さよなら。バイバイ。